女優の永野芽郁がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、半分、青い。毎週月から土曜8時チルダの第73回が、今日25日に放送され、ヒロインの鈴は、永野と幼馴染の律、佐藤健が5年ぶりに再会。ラストで律がスズメにプロポーズする衝撃的な展開となり、ネット上で驚きと興奮の声が上がった。鈴は役の永野芽郁と律役の佐藤健岐阜に帰省した鈴はと律は駅のホームで再会し、ベンチに座って、鈴和は漫画家になったこと、律はロボット開発に携わっていること、お互いの近況を報告し合う。そして、久しぶりにスズメの右側に座り、その存在を感じた律は、不意に涙。律はまた、自分がロボット作りに携わるようになったのは、鈴和と別れた5年前に、鈴和が書いた、律がロボットを発明しますように、という七夕の短冊を見つけたことがきっかけだと打ち明けた。その後、電車を待っている間、階段で、じゃんけんグリコ、をして、いると、いきなり強風が吹いて七夕の短冊が飛んでいってしまう。追いかけようとしたスズメは倒れそうになるも、律がサポート。残念がるスズメに、律は、まあいいよ。夢叶ったし。スズアとも会えたし、と言い、そして、スズア、結婚しないか、と突然プロポーズした。また、ブッチャー、矢本優馬。と、なお、のやりとりの中で、律が恋人の姓、古畑姓か、と破局したことも明らかになった。突然のプロポーズに、SNS 上では、律くんまさかのプロポーズ。びっくり展開、朝ドラどうなるの、結婚しないのか、するのか、てか、律くんのプロポーズやばすぎないか、めっちゃドキドキしたわ。バラバラ、いきなりプロポーズ、いつ、何があった、朝からキュンキュンドキドキ、律くん、そのプロポーズは胸キュンしちゃう、律のプロポーズにドキドキが止まらない、と驚きと興奮の声が続出した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。